おはようございます。いかがお過ごしですか。5月3日の誕生花はアゲラタム。アゲラタムは熱帯アメリカ原産のキク科カッコウアザミ属の一年草または多年草です。別名をカッコウアザミ。カッコウとは鳥ではなく、漢方薬として使われるシソ科のカッコウのことで、香りが似ていることからこの別名がついています。中央アメリカ、メキシコを中心に約60種が分布します。大半の種は雑草ですが、美しい花を咲かせる2種が観賞用として栽培されています。一つは南アメリカに分布する多年草のカッコウアザミ、もう一つはメキシコを中心とした中米に分布する一年草の紫カッコウアザミです。コンパクトな株に紫や白などの小花をたくさん咲かせ、初夏から霜が降りるまで咲き続けます。花言葉は信頼。アゲラタムの名前はフローを意味するギリシャ語のアゲラトスを語源とし、長い花期や鮮やかな色が長い間保たれることに由来し、花言葉もこのことにちなみます。今日お誕生日のあなた、おめでとうございます。今日も素敵な一日でありますように。津田塩子でした。